私たちの、クリスマスイブイブってことでね、今日ね、新月でもありますしね。そうなの、今年の冬すごいよね。冬至、新月、イブ、クリスマスって4日間連チャン、めっちゃお祝い事が続くすごいですよね。で、さらに今年一番の冷え込みになりまして、そんな中、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。もうこの3日間の中でひろかちゃんと私がライブするんだったら、新月だろうということで、1223のね、ひふみのソロを今日を、一緒に初めてのコラボのね、スタートのきっかけとして用意させていただきました。改めて紹介します、シンガーソングライター、しきひろか。ありがとうございます。みさき時代の時もね、知ってる方が何ちらほらいらっしゃって、とても嬉しいです。そして今日はですね、一緒に奏でます MC ミスティさん、よろしくお願いします。ミスティです。ひろかちゃんはシンガーソングライターのスタイルなので、ね、楽器で生でね、ライブをされること多いと思うんですけど、私 MC って言って、皆さんラッパーって言葉ご存知ですよ。ヨーヨーっていうイメージが多分すごいあると思うんですけど、ラップって音楽をしているので、普段はトラックっていう、すでにオーケストラをカラオケの状態で作ったものに乗せて歌を歌うっていう形で音楽やってます。じゃあ次は私の曲を2曲、トラックオーケストラと一緒に届けたいと思います。何度も繰り返しつぶやきたいと思う言葉を飲み込むたびに、ああああ I wanna be alive But I am the night。 もしも一つになれるのなら、この何も違う今日はですね、特別な新月のクリスマスということで、実はゲストもね、遊びに来てくれました。では呼びたいと思います。世界が誇る信州長野市生まれの二胡奏者、高山健人くんです。拍手でお迎えください。すごいことだよね、本当に。ありがとう。いやいや、だって、いや実際ですね、呼びするともうね、売れっ子で、明日もライブがあるし、もう今日ね、ありがとうございます。お忙しい中、今日は SBC 豊かな森キャンペーンソングとして10年以上ですね、本当にラジオやテレビでもずっと流れてくれてる。あれ、流してる。まあ流れてます。流れてますということで、川のように流れてます。私の森の風という歌を聴いてください。
こんにちは、長野インターネットホストと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、命の尊厳をめでるシンガーソングライターの足木ひろかと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今長野県は、松本市に来ておりますけども、そうですね、本当に珍しい、はい、久しぶりの方にお会いしました。あ、嬉しいです。今日はね、あのミュージックコート花という場所でライブが、クリスマスの新月のライブがありまして、ありがとうございます、お越しいただいて。新月のライブ、今終わりましたけども、すごく盛大に行われましたね。そうですね、もう本当に初チャレンジのことがたくさんだったんで、始まる前ドキドキしてたんですけど、始まったらね、やっぱ音楽っていいなって、みんなで奏でる音が、あの今日はですね、MC ミスティさんっていう大町在住のアーティストさんと、あと長野市に暮らしながら世界各地で頑張っているあの二個奏者の高山健人くんに特別ゲストに来てもらいまして、みんなでね、新月の夜の音を奏でたんですけど、やっぱね、一人だと全然奏でられない、音楽が、この音が重なり合うことでこんなに世界が、ね、広がるのかって、すごく楽しい夜を、はい、どうでしたか？とても良かったです。とても良かった、ありがとうございます。まあ、今年、来年2023年、はいはいはい、実は2月4日でね、はい、2月、ね、4日で20周年なんですけれども、はい、じゃじゃーん、このね、20周年記念アニバーサリー天空祭っていうのを開くことにしました。このライブを通して、なんかみんな生まれてきて本当に良かったよねって思いを分かち合いたいなって思ったんですね。で、あの今日もね、素敵な歌を披露してくれた MC ミスティさんと、長野の高山健人くん、二個奏者の高山健人くんと、松本在住のシンガーソングライターの花のね、オーナーさんでもあるヒョギくんと、あと松本で暮らしながら歌を歌っているあいみちゃんに出てもらって、あ、そうですね、で、みんなでですね、あの、まあ、祝賀ゲストって形なんですけども、あの本当にこの時にしか奏でられない音楽を思い切り奏でて、で、私もこの過去のことは本当に触れて痛すぎて触れることができなかったことだったんですけど、この20年っていうね、歳月をきっかけにやっぱり伝えていきたいなって思ったんです。あの PTSD とかいろんなことでトラウマって発症すると思うんですけど、なかなか本当に言いづらいことでもあったりとかするんですね。そういった皆さんを支援するというか、あのいろんな活動をされている方もいらっしゃるので、そういった活動を通して PTSD ってトラウマって実際こういうことなんだよとか、あの社会的な認知をね、まだまだ長野県内ってそうは言ってもタブー視されていることだと思うんですよ。でも、もっともっと知っていただいたり考えたり分かち合ったりする場をね、開いていきたいなと思ってまして、まあそういった活動の寄付に一部回していきたいなと思ってます。今後なんかそんなようなこうメッセージを発信していくようなことを考えてるんですか？あ、そうですね、まずはお茶会からやりたいなって思っていて、やっぱり、まあ、フラワーデモとかもね、初めて2年前からやってることは知ってたんですよ。でもそこに行くってことは、世の中に対して私はこうですっていうことが怖くって、なかなかその一歩がね、松本駅前だし踏み出せなかったんですよ。でもやっぱりそれをやりたいなって気持ちがあったんですね。 さっきのジャンプザワールドじゃないんですけど、最後に歌ったね、本当怖いけどやりたいって思いがあるなら、一歩踏み出していくことが私にとって生きるためには必要なことだなと思ったから、でそのために歌を通して、またあの今後の活動を通して一歩一歩ね、歩んでいきたいなと思っています。まあ、その一歩が、はい、今回の、ね、来年の2月4日、そうです、土曜日の、はい、20周年記念になるので、まあ、この時は本当にスペシャルな楽しいライブになりますので、実は私日本酒大好きで、はいはい、鏡を割り振る舞い酒もあるよって感じでね、大新酒をご用意しますから。会場はどこでしょうか？会場はですね、松本駅から歩いて5分ですね、はい、ライブハウス箱舟、なるほど、という場所でやらせていただきます。ぜひ皆さんのご参加お待ちしてます。ぜひ足を運んでいただきたいですね。はい、夢に向かって、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
Christmas.